はいどうも、白熊先生です。今日はですね、あの人気 YouTuber ヒカルがですね、新しく始めた YouTube チャンネルを見て、ちょっと結構結構っていうか、まあかなりがっかりしたなっていう話と、その理由をお話したいと思います。まずですね、あの人気 YouTuber のヒカルさんがですね、新しいチャンネルを始めました。で、そのチャンネルの、まあその、やり方というか、まあテーマって何かっていうと、お金を使わずにいろいろやる動画なんですね。まあ、確かに今までのヒカルさんの動画っていわゆるそのお金を使う系が多かったですよね。例えば何かをまとめ買いしてみたとか、1000万円競馬にかけてみたとか、まあそういうのが多かったですよね。で、そう考えた時に僕、それやっちゃダメだろうって思ったんですよね。というのは何かっていうと、そのヒカルさんの動画の一番の、特徴であり長所って何かっていうと、お金を使うことだと思うんですよ。あれって普通の人にはなかなかできない、ヒカルさんにしかできないことじゃないですか。やっぱり普通の人がですよ、競馬で1000万円かけたりなんてできませんからね。そういうふうにお金をかけ、めちゃくちゃかけるってことが唯一無二のヒカルさんの特徴だったのに、それをなくしちゃうって、言ってみたら長所を全部なくすようなもんじゃないですか。まあ、確かにヒカルさんの話が面白かったり、その編集のね、うまさとかで、その新しいチャンネルも面白くなるのかもしれませんけど、でもね、言ってみたら一番のその特徴をなくしてしまうっていうのは、正直なんかなっていう感じがするんですよね。実際僕もヒカルさんの動画見ることありますけど、そういうふうに競馬に1000万円かけるとか、何かをめちゃくちゃ100万円分買うとか、そういうね、自分には絶対できない、なかなか見れない映像だから僕は見てたんであって、それをしなくなっちゃうっていう風になっちゃうと、っていう風に僕は思いました。はい。まあそんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。どうもありがとうございました。